駅から道府線南軍、田尻町の関西空港駅までを結ぶ南海電気鉄道の鉄道路線。大阪湾の先週沖にある関西国際空港へのアクセス路線である。路線シンボルマークは飛行機をイメージしたもので、ラインカラーは紫。全線に傘ムンが設定されている。全長3750メートルの 関西国際空港連絡橋をあたる、リンクタウン駅関西空港駅間は、南海電気鉄道が第2種鉄道事業者、新関西国際空港株式会社が第3種鉄道事業者となっており、西日本旅客鉄道関西空港線とは、両駅構内を除き上下線とも線路を共用している。3面4線の構造を持つ起点の泉佐野駅からは、 しばらく南海本線と線路を共用するが、やがて左にカーブをすると、南海本線がまっすぐ南西に向かうのに対して、空港線は大きく、右にカーブをして北西に進路を取る。特に下り線は、南海本線の効果を乗り越える、高々化となる。周辺には、住宅密集地のほか、左前方には、リンクプレジャータウンシカルの大観覧車が、右前方には、 リンクゲートタワービルが見える。やがて上下線の高架が一旦近接するがすぐにまた、離れ、左後方から近づいてくる、関西空港自動車道、国道481号 JR、関西空港線と並走を始めたところで、島式2面4線のリンクタウン駅に到着する。JR との共同使用駅である、リンクタウン駅は内側二線を JR が、 外側2線を何回が使用しているが、同駅を出ると、両者の線路が合流し、大阪湾を渡る2層構造で、在来線の鉄道橋としては、最長の関西国際空港連絡橋の下層を、合音を立てながら渡る。関西国際空港島に入ると高度を下げ、大きく、左にカーブしながら、島内アクセス道路の間にある、掘割り部分を進み、 JR の線路が右側へ分岐して終点の関西空港駅に着く。基本的には南馬駅発着の特急、ラピート、空港急行普通が運転されている。かつて特急、ラピートは臨空タウン駅を通過していたが、2003年から同駅近くにあるアウトレットモールへの乗客を見込んで停車するようになった。泉佐野駅関西空港駅間のみを折り返し、 運転する普通は早朝、深夜と平日の夕方のみ運転される。南海本線和歌山市方面とは異なり、自由席の連結された特急列車は運転されていない。ありがとうございます。